スラックスの構造礼服用に側称を有するスラックススラックスとは超ズボンの一種スラックとは英語でゆるいゆるんだという意味を持つスラックスはタックなどで足の筒にゆとりを持たせたズボンを指す言葉であったが背広服などのズボンにこのような形状が一般的になるにつれ意味が拡大されたものと思われる女性用の一部などを除いてほとんどの場合 足の筒にはセンタープレスが設けられており、ベルトを通すためのベルトループがある。冷服やサスペンダーを用いるスラックスには、ベルトループは取り付けられていないことや兼用も多い、サスペンダーを付ける場合は、クリップ式なら金具を挟み込み、ボタン式ならボタンをスラックスに設ける必要がある。スラックスのまたは、フックやファスナーで閉じるのが標準だがボタンで止めるものも、ある。 スラックスとは、背広や制服など、特定の上着とタイで用いるズボンのことを表す、言葉である。ただしあくまで定義の一つであり、ズボン、パンツ、スラックスの言葉の違いは曖昧である。和名としては、長袴窯などがある。気温や場面に応じて脱いでしまうことの多い上着に、比べズボンは、着用時間が長く、下半身から足に位置するため掃除的地がすれやすく、膝や、 尻部分等をはじめ汚れたり傷んだりしやすい。そのため同じズボンを複数本あらかじめ用意しておくことがあるが、この替えズボンのことを指してスラックスと呼ぶこともある。また、女性用のズボンを指してスラックスと呼び区別することもある。特にスカートとタイになることして用いられている。近年は職業の精査が少なくなってきたことにより、 看護師など動きやすさを要求される職業の制服はスラックスに統一されていることがある。また、学校の制服でも生徒が希望すればスカートではなくスラックスを着られるところもある。女性用のスーツにはジャケットスカートスラックスがセットになった3点セットが多く同じ上着で2通りに着られる。スラックスの腰回りは腰に合わせてスラックスを引っ張り、 指がようやく一本入るくらいが望ましいベルトをした状態で生地がシワになるのならサイズは大きくポケットが開くならサイズは小さい股の部分が張っているならサイズは小さい紳士服店で腰回りのサイズを太くしたり細くしたり 5cm 前後で直してもらう方法もあるスラックスは履きやすさのため前後部が開くようにできている この前閉じの方法には次の二つがある。下に行くほど多くなる。タックが多いほど太くなり、クッションを長くする必要がある。下に行くほど長くなる。クッションが短いほど細くなり、タックを少なくする必要がある。スラックスの裾はかかとから1から2センチメートルの上あたりで必ず靴を履いた状態で測ってもらう。ありがとうございます。